皆さんこんにちは、さやかさこころです。今日は前回家での練習動画でゴルフの立て事をご紹介したんですが、私の使い方がなんか間違ってるんじゃないかみたいなコメントをいくつかいただいて、ちょっと私も不安になってしまったので、このゴルフの立て事の正しい使い方を作った方、初登場です、マークかなえさんに教えてもらうことにしました。よろしくお願いします。どうも、こんにちは。こんにちは。に最初から持ち方が怪しかったです。怪しい。左手が下ね、はい、右左で、左手はこの割と根元、はい、で右手は少しこう段差がつくように、ここですか、どっちか、この辺で。そうです、そうです、そうです。立て事っていう名前を僕がつけたわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか。ある芸能事務所の社長が来て、はい、マークさんこれビルマの建物みたいだなとか、ブローンとかやって、それで、でそのそのビルマの建物というのがあるんですよ。知らない。いや、とりあえず後で終わった後、多分見てる人はちゃんと調べろとか、ここ突っ込み入って、まあ建物という形に似てるっていうことで、まあそれで僕はいただいて建物という名前にして、うん、そもそも、うん、ゴルフの建物を知らない方が結構多くて、私もなんかゴルフの建物ですからしか紹介しないんで、はい、そこをちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。ゴルフのスイングって、まあ、なかなか慣れてない人にとってはまあ難しいじゃないですか。難しい。でゴルフのスイングを覚えるときに、これは僕も昔のいろんな人に習ってますから、両手をですね離した方がゴルフのスイングっていうのは覚えやすいっていうことをずっと言われてて、例えばゴルフのクラブをこう持つじゃないですか、はい、ゴルフのドリルでもこうやってスプリットハンドっていう、はい、スプリットハンドじゃないですか、はい、でもこれやると右手は遠くを持つんで、やっぱり振りづらいよね。それがゴルフの立て事だとスプリットハンドしながらもう右手が上にあると。ああ、これが下がったバージョンがゴルフだから。そうで、上にあることで握りやすいのと、はい、ゴルフって右打ちの場合は、まあ、僕もこうやって右打ちをすると、右手が上にあるっていう感覚があった方が右打ちの人は正しいスイングを覚えやすいの。それは何で？いい質問。なんでか分かってね。すごい分かりやすいようにすると、当たらない人の振り方っていうのは基本的にこういう振り方で右手が下になるんです。そう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 。あ、分かります。シャン。そうそうそう。だからそうそうそう、そういうとこが左行ったりするんで、はい、ゴルフの右手の位置というのは、まあ、今ちょっと正しい形を言われるとこういうふうに振ると右手が上に来るんですよ。そう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 。だから右手が上に来るというのがプロでもよく言うんですよね。右手が今の下に来ちゃったよとか。片山プロなんてもう4年ぐらい使ってるわけです。毎試合もう3本目ぐらいかな。よく打ってるの見ますもんね、はい、ゴルフ場でもうトーナメントでも、はい、それとボールをうまくこう球を捕まえるって言うんですけれど、その感覚が手が離れて特に右手が上にある方が覚えられるわけなんです。だからもしゴルフゼロの人がゴルフこれが覚えたいんですよって言ったら、ゴルフのクラブ振る前にこの縦ごとを振った方がはるかに短い時間ではるかに簡単に正しいスイングが見つける。で例えばゴルフゼロの人がね、マークさんゴルフのスイングっていうのがこういう動きですよねってやった人なんか見たことがないいないでしょ。だけど、まあ、三枝さんもやってみたら分かるけれど、はい、こうやって持ってこれがここに離れてもこうなりやすいんですよ。振ってフォローでほらこういう状態。あ、上と下が離れてるから。そう。ああ、なるほど。だから三枝さんがそれやって、で今度こっちバックスイングした時にこういうふうに、あとは両腕というのがこうやって分かるけど、まあ、これちょっとじっとしてね、左手が長くて右手が短いですね。ゴルフのスイング一言で言ったら、クラブを振ってる最中に両腕の長さを入れ替えるとゴルフってクラブが切れる動き。例えばこういうふうに伸ばして伸ばします。固めておいてくださいね。じゃあ三枝さん方こんなふうにしててゴルフのスイングになります。でこんなことして今度こんなことやるでしょ、はい、絶対両肘が曲がるわけ。だからゴルフのスイングっていうのはこう上げた時にグッと伸びて曲がる。あ、伸びてもでこうやったらこうやったら動くとピタッと止まるでしょ。であとこの手首がこっちに折れてるでしょ。これ右に行く人ね、これがこっちに少し折れてここに当たる。でこういう状態でここから戻ってきてパシッと当たって今度はこっちが伸びてこういう状態。ああ、はい、これって上手い人みたいなスイングになる。上手い人
でこれで、はい、下向けてビハインドザボールでグッとここから体を回す回す回す回していって、こういうふうにピタッと当たる。だからゼロの人だってこれ振ったらゴルフのスイングになる。ああ、腕の長さがスイング中に変わるということと、パターっていうのは手首を使わないんだけど、ゴルフは必ずこのコックっていうと手首をこういうふうに折り曲げる動作。そうで、この時にほらこう折れたでしょ。折れた。これがこっちに、いやいや、そう握り替えじゃなくてグーのままで、こういうふうに球は掴む。こうなっちゃう。そうそう、それだよ。必ず手首は見てて、こうなっててほしい。今こうなってるから、ここが少し折れてほしい。こっちは折れていい。そう、あ、なるほど。そう、こっちを折っていいんですね。そうそう、そうきて、はい、で、はい、戻して、戻して、で、はい、グッと押して、で、こういい感じ。手が入る、さっと入るでしょ、うん、だから、教えてくれるの、道具が。あ、勝手に。いや、勝手ではない勝手にできるんだったら苦労しない。道具が導いてくる。導いてくる、はい、例えばゴルフする一番大事なものは何かっていうのはみんな分かってないんです。ゴルフのスイングをするために何が一番大事なの。体の動きで、何が大事、はい、スイングするで一番大事なところ、はい、体のどこを使えばいいか。手、おー、まあいいですね、まあ、手で持ってるからね。他は、他、はい、まあ、考えてないってことですよねこれみんなほとんどがね、例えばね、肩を回すとか、あ、なんていうか、体幹を使うとか、体幹とか、体重移動とか、もちろん全部それは正しいんです、はい、でも一番大事なことは、人間を動くために動かさなきゃいけない場所があるんです。それは関節なんです。関節をいかにうまく使う か関節を使うっていうのはどういうことかといえば、曲げるのと伸ばすの。だから僕もう一回やりますけど、曲げるのと伸ばすののタイミングが良ければこう綺麗に見えるんです。綺麗に見えるんです。で、この関節の曲げ伸ばしが両手が同じところ持ってると、人間ってやっぱ同じところ持ってると同じように動かしたからこうなって、でアマチュアの素人の人が多いスイングで絶対必ず両方が曲がるんです。だからどっちの関節が伸びて、言ったよね、交互に動かなきゃいけない。例えば僕は楽器をしないんですけど、ピアノ、ピアノ、ギター、はい、ドラム、両手は同じように動きますか。バラバラですよね。バラバラ。ゴルフもバラバラなんだけど、ゴルフがなぜ難しいかというと、同じところを持つのに左右の手がバラバラに動かなきゃいけない。これを意外と言わないですよね、うん、あー、本当ですね。同じところを持ってたら同じように動かしたいんですよ、うん、ピアノこうやってやってたらこれ同じってこと。そう、そういうこと。だからゴルフの建物がいいのは、両手が離れてると左手はいつ伸ばして曲げるのか、右手はいつ曲げて伸ばすのかを。あー、本当だ、考えやすいです。考えやすいでしょ。だからこっち曲げればいいんだって思う。そうです。で、伸ばすとまたこれ。そうです、そうです。へ、だそれがちょっとカメラこちらが正面向いてやってもらうと、でこうやって構えて、構えてここですね。で、これがここで、ここでもう上か、はい、右が曲がって左が伸びた、手首がこう、で、ここができたら、あとはこのままこうやって手首がこう、じゃあどうですか、これかっこいいですよね、うん、で、そこから踏み込んで、はい、徐々に踏み込んでグッと入れていって、そう、おお、ちゃんと綺麗に入る、はい、で、回転して、そこから回転して、グッとフィニッシュ。うん、はい、お、お腹から出てる。どうですか。別人ですね。モデルというお仕事されてて、まあ、僕はよくテレビとか出てますけれど、で、人に見られるときにかっこいい形を作らないといけないです。はい、そんなの素でやっても無理でしょ。だから、絶対形って、形を教わらない限り無理なんです。あ、形って理にかなった形って絶対あるんです。だからよくあの型にはめるっていうのは良くないイメージを持ってる人が多いんだけれど、僕はそうじゃない。型をまず覚えて、その時にこの縦ごとっていうのが、今言った左右の手の動かし方、一連ですもんね、型って言っても。いやいや、もう一連じゃなくていいの。もう本当にカチッカチ、例えば僕やったようにカチッカチッカチッってやった方がいいんです。へー、カチッカチッカチッの方が簡単。カチカチの方がいいですか。カチカチの方が。ちょっとやってみましょう。カチッ、ちょっと見てて、はい、この8つの8があって、はい、1、2、3、4、5、ここね、5、ここが大事で、6、7、
8、ここのポジションがすごく大事。おー、でここができたらここからインパクトにかけてトンと6ができるわけで、これでできたら7で8、まあ、最初は1、2で、はい、2ね、はい、で3、5、はい、はい、4、5はここ、ここで最後で6でインパクト、インパクト、はい、はい、はい、7、8、できた、できてる、全然違うでしょ、全然違う、いや自分で後で動画見たら、こっちむずい、相当違う、難しい、でそれがある程度、例えば家でできますしね、家でできるし、まあそのなんか素振りだけで面白くないっていう人のために、はい、はい、作って、あ、そう、これ、ね、出たやってみたかったんですよ。じゃあさっき言った8でポンと止めながらでいいです、はい、1、2、3、トップ、はい、4。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントも募集しています。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。